こんにちは。大阪府警察交通機動隊です。本日この会場におきまして、白バイ隊員によるスラローム走行をご覧いただこうと思ったんですけれども、あいにくの路面です。中止っていうのも検討したんですけれども、こんなに大勢の方がお集まりです。ぜひ今日は走らせていただきます。それでは白バイ隊員6位によるスラローム走行をご覧いただきましょう。
めまして、こんにちは。私たちは大阪警察交通機動隊第一中隊第三小隊白バイ特連係と申します。名前が長いので皆さん白バイ特連と覚えてください。私たちですね、交通死亡事故抑止のですね、事前活動のためにですね、大阪のあらゆるところでスラローム走行を行っているんです。しかし今回この大阪モーターサイクルショーに出演するのは初めてなんです。はい、シーンとします。本当にこの大阪モーターサイクルショーに出演できることを、ね、隊員一同でですね、光栄に思っていますので、皆様にはね、白バイの魅力を伝えられ、そして今日一日大阪バイモーターサイクルショーを皆さん楽しんでいただけたらと思っております。まずですね、私たち、まずデモンストレーション等をする他にですね、全国の白バイ隊員が集まる、全国白バイ安全運転競技大会優勝を目指しまして日々訓練しております。その他に、大阪マラソン、大阪国際女子マラソンの先導業務に当たっていたり、あと発生してほしくはないんですけども、災害が起こってしまったら我々オフロード車に乗り換えまして、広域緊急援助隊といいまして情報収集をする、役割を担っています。ですので、我々は日々ですね、白バイやオフロード車で、訓練を行っております。今日は皆さんにね、その訓練の成果の一端を見ていただければと思っております。それでは今日スラローム走行を行ってくれる隊員を紹介します。まず、宮城隊員です。白バイ特連3年、白バイ乗務歴3年になります。続きまして高橋隊員です。白バイ乗務歴まだ1年といたないんですけども、しっかりと訓練して今日出演できるくらい技術が上達しました。続きまして2名の女性隊員を紹介します。まず大阪国際女子マラソンで先導を務めました乗上隊員です。乗上隊員、なんと白バイだけではなくですね、剣道4段持っておりまして、大阪府警の剣道大会女性の部優勝しております。はい。そして同じくですね、中村隊員、中村隊員も今年、大阪国際女子マラソンで先導をしております。交通機動隊の中で一番小柄な体格なんですけども、卓越したテクニックで白バイを操ってくれます。そして次に神武隊員です。皆さん、先ほどトライアルというデモンストレーションを見た方もおるとは思うんですけども、実は神武隊員トライアルがすごく上手で、先日行われました近畿トライアル選手権でなんと優勝したんです。はい、その、ね、テクニックを見ていただけたらと思います。そして最後にね、小隊長の平井小隊長です。白バイ乗務歴14年のベテランです。普段はですね、チームの監督を務めております。で、私今日は司会進行をしておりますが、普段はチームのコーチをしております、私分隊長の吉川です。どうぞよろしくお願いします。それではですね、あまり皆さん白バイを近くで見ることないと思うので、ちょっと白バイを近くに見てもらいましょう。ね、あまり嬉しくはないですけども、まあ、違反とかするとですね、まあ、近くでは見れると思うんですけども、大阪府警が使っているホンダ CB300B といいまして、市販車のホンダ CB1300 とはあまり変わりません。ただですね、サイドボックスついてますんで、マフラーの形状が違います。そして市販車ですとカーブのところにここミラーがつくんです。でも白バイ隊員の白バイはハンドルの上につく。そしてウインカーもほとんどだからで、ね、ここにつくんですけども、赤灯とかぶってしまうんで下についてるようになっております。はい、こういう白バイです。そして大きくですね、違うのは、大型のバンパーがついている、そして回転灯、スピーカー、そしてですね、この後ろには無線機が積んであります。これが非常に重たいです。
ですので、市販車よりも60キロ重くなっておりまして、総重量が320キロになっております。まあ、こういう市の場合でですね、隊員たちがですね、今からスラローム走行するんで、こういうところをね、着眼点にして、見ていただいたらいいかなと思っております。そしてこれ最後なんですけども、まず、ヘルメット、これ市販のヘルメットです。はい、ただヘルメットメーカーが白バイ隊員が活動しやすいようにですね、スピーカーが入っていたりと、マイクがつけれる、そしてコードを、結束できるように対応してくれております。本日ね、皆さん多くのライダーの方見ました。すごいきちんとヘルメットをかぶけて、もうヘルメットに関しては何も言うことございません。アゴヒーもしっかり、確認していただいて、マイクを持っていただきたいと思います。で、もう一つですね、全国の白バイ隊員は胸に必ずプロテクターを入れています。見てください。大阪関係ではこのような服に入れるプロテクターを着用しております。他府県ではですね、ベスト型のエアバッグを採用している県もあります。なぜ白バイ隊員がこういうのを、プロテクターをつけているかと言いますと、悲しい話なんですけども、大阪府下でやっぱりバイクによる死亡事故が非常に多い。その割合が4割なんです。そのほとんどが胸を圧迫されて死になってしまうということなんです。ですのでね、皆さんこの機会にですね、ヘルメットとあと胸のプロテクターの着用をぜひぜひお願いします。その他にですね、白バイ隊員、プロテクターつけております。見てください、どこにつけてるか分かりますか。実はですね、肘と膝にプロテクター入れております。ですね、服の上から着用してもですね、非常にスッキリとしておりまして、目立たなくなっております。はい、このようにしております。ですのでですね、皆さん、お願いしたいのはですね、事故突然やってきます。皆さん安全運転してても事故はやってきますので、万が一のためにプロテクターをつけていただきまして、素晴らしいモーターサイクル生活をね、送っていただきたいと思っております。それでは最後に、白バイ隊員によるスラローム走行をご覧いただき、お別れしたいと思います。皆様、大阪府警からのお願いです。6月28日金曜日、6月29日土曜日と、ここ PTEX 大阪で G20 サミット首脳会談が行われます。サミット開催に先立ちまして、安全円滑にサミットを運営するため、高速道路、大阪市内を中心に大規模な交通規制が6月27日から6月30日の4日間行われます。皆様ぜひですね、車の利用を控えていただきまして、また業務の方もですね、業務の自粛をお願いしたいと思います。皆さん、6月27日から6月30日の4日間、バイク、車は控えてください。よろしくお願いします。それでは最後に白バイ隊員のスラローム走行をご覧いただき、お別れしたいと思います。
ご覧いただきありがとうございます。